くだらないからさ、哲学するほどでもない。やってるんですか？10月28日から。あ、まだこれかな。書いてる。また後で来ます。
皆様本日はご来場ありがとうございます。ただいまから、アーティストパトリシア・ピッチニーニ氏のスカイウェールという作品の、係留飛行を行います。こちらの気球作品は全長36メートルを超えるかなり巨大な気球となります。で今から、こちらの気球を広げて順々に風を吹き込み、その後熱気球で、空に浮かばせるという作業に入ります。そこで皆様にお願いがいくつかございます。こちらの気球は、今動いている車にロープで、くくりつけて、止めているものですので、車やロープには、近づかないようにお願いします。突風が吹いた場合にはロープが大きく揺れる場合がございますのでお気をつけください。南側にお座りのお客様は今ベンチなどが置いているエリアに、そちらの場所で待機していただいて、こちら側のお客様はこの砂利の部分まででお願いいたします。風が安定してからまたもう少し気球に近づいても大丈夫な場合にはこちらからお声掛けさせていただきます。また予定では5時から8時の間飛行ということにしておりますが、こちらはかなり複雑な形をした気球ですので、少しでも風が強くなると危険性があるため畳むという場合がございますので、あらかじめご了承ください。またこの後、作家のパトリシア・ピッチニーニ氏がオーストラリアから来日してますので、簡単に作品の説明などご説明させていただきます。Thank you.